間に合ってよかった。なんとなく君がいるんじゃないかと思ってね。光の速さで飛んできたよ。僕でよければ話を。って、マジか！まあ落ち着いて。お、花束買ったんだね。やるじゃないか。保護するよ。力が収まるまでこのまま拘束。初めて会った時を思い出すよ。君のその状態。やめよう。今日はもう引き返すんだ。影山君には大事なことを教えてもらった。超能力のない自分と向き合うことも大切だ。影山君は人を傷つけるような人間じゃない！あれを破壊すれば超能力は人に向けちゃダメなんだろう。風に暴走して君も意外と凡人なんだね。安心したよ。待て、まだ人が。ちゃんと見てたんだ。君はあの時一人で泣いていたね。きっと今だってそうだろう。本当は止めてほしいんだろ。どうだろう。影山君、影山君。花沢君、花沢君のことも僕がやったんだ。うまくいかない時もある。笑われたっていいんだ。もういいよ花沢君、やり返していいんだよ。そうだ、超能力を僕に。僕は影山君のライバルだ。